マレーシアのスカイトーマス、マイクアーリー、ペナン、ホッケン、クラウンヌードルスープ、揚げ麺でペーストビーフ末スープ、フライドオニオンがついています。麺は細めで表面はザラザラと荒れています。やや粘りに欠けて食感は鈍重です。でも存在感は結構あります。スープは濃い赤茶色で、白い服を着ているときは汁はねに注意です。見た目通り唐辛子の辛さがかなり強く、また刺激に負けないほど甘さも強く、賑やかな味です。乳臭さはありません。旨味も強く、エビの殻を煮詰めたような香ばしさがよく出ています。いい意味での下品な匂いがします。フライドオニオンは歯ごたえと香ばしさで効果的です。とにかく全体的に派手な味付けです。個性が明確なのはいいですが、個人的にはもうちょっと甘さを控えてほしいと思いました。